Whenever things don't look like a candle, we're giving you so good. We're waiting for the dawn with empty bottles. We're turning on our lights. 皆さんこんにちは。ネイリストミカの YouTube で学ぶセルフネイルレッスンチャンネルです。今日は垂らし込みネイルのハートバージョンをやっていきたいと思います。でこの垂らし込みネイルなんですけども、絵の具を用います。です。できればアクリル絵の具の方がいいです。でこの絵の具を用いて垂らし込みネイルなんですが、マニキュアでもジェルでも両方同じように扱うことができますので、ジェル派の人もマニキュア派の人もよかったら最後まで見てください。というわけで早速やっていきたいと思います。どうぞ。こちら、まずこちら、はい、白のジェルを塗った状態からスタートします。この時にマニキュア派の人は白のマニキュアでも大丈夫です。そしてこの上にマットコートを塗ります。マニキュア派の人はマットのマニキュアを塗ってください。私は今日エースジェルのマットコート塗っていきます。なぜマットを塗るかと言いますと、今からアクリルでちょっと色を染み込ませて、でちょっと必要な部分だけ残して不要なとこは吸い取るっていう感じで垂らし込みしていくんですけども、この時に少し表面がザラザラしていた方がアクリルがしっかりと残ってくれますので、ザラザラにさせます。はい、これで固めます。その間にですね、色を作っていきたいと思います。まずこちらの、ネイルパレット、パレットだったら何でも大丈夫です。別にネイルじゃなくてもアルミホイルとかでも大丈夫です。こちらをの上にですね、色を乗せていくんですけども、私は今日はこちらのゴールデンというアクリル絵の具を使います。私普段ちょっと絵を描いているので、たまたまその時に使っているゴールデンというメーカーなんですが、もうこれは何でもいいです。別にアクリルとか100均で売ってる絵の具とかでも大丈夫です。なんですけど、アクリルの方が色がつきやすくていいです。はい、こちらを赤を少し、これは何の赤かな、ちなみにキナクリドンレッドというちょっとよくわかんない色です。そしてこちらのトーナーの、ポスターカラーというもののカーマインを使っていきます。そしてこちらのゴールデンの何色かな、ウルトラマリンブルー使います。はい、これでちょっと紫と赤を作っていきたいと思います。筆なんですが、私はこのアクリル用のちょっと細めな絵の具用の筆を使います。絵の具の筆とジェルの筆は分けておいた方がいいです。まずこのブルーをちょっとこのゴールデンの方の赤を混ぜます。これで紫ができますので、紫を作ります。もうちょっと赤みがある紫の方が可愛いので赤を混ぜていきます。はい、このぐらいですね。これと普通の赤、この2色を使います。ちょっとこれ避けておいて、でこちらのマットコートを塗ったものが固まりましたので、表面を拭き取っていきます。こちらのジェルクリーナーで拭き取っていきます。こうすることでマットになります。はい、マットになりました。ではハートを描いていきましょう。まずちょっともう色がだいぶついちゃったんですけど、この水にしっかり手をつけて水を含ませて、どうやったら見やすいかな、こうやっておきますね。こうやっておきたいかな。はい、ちょっとしっかり水含ませて、たっぷりめですね、割と水はこのぐらい結構たっぷり含ませて、もうこの上にハートをこのまま絵の具をつけちゃいます。このぐらい水がたっぷりめです。結構たっぷりです。でハートの縁をしっかり綺麗なハートにして、はい、で筆を一度洗って、そしてちょっとだけ時間を置いてください。30秒ぐらいかな。はい、そしたらこのしっかり水気を拭き取った筆で、この上に乗っている
この動かしたらちょっと流れるようなこの水分を吸い取っていきます。こっちの筆に水分を移していく感じです。ほら、こういったら移ります。で、洗ってで、しっかり水気を取ってまた吸い取ります。こういう感じです。こうやって筆を動かしていくと水分が筆に移ってカラーが薄くなります。この時縁までしっかり取ってしまうと色が薄いだけになってしまうので、真ん中を中心にハートの中身の部分を中心に取っていきます。だんだん真ん中の方が薄くなるようにしていってください。はい、こんな感じですね。下の方もやります。はい、こんな感じです。では赤を使いたいと思います。しっかりまた水分を筆に含ませてもらって赤を取ります。このぐらい水気たっぷりにしてください。で、赤はですね、ちょっとこのこっちにかぶ、ちょっと若干かぶさるように入れていきます。はい、で、これで少し時間を置きます。で、少し時間を置いたらしっかり筆を洗ってもらって、水の水分を筆をしっかり拭き取ります。こうして洗ってから水分をしっかり取ります。水気をなくした筆でこの表面を優しく撫でるような感じですね。優しく撫でるような感じでこっちの筆に水分を移します。同じように繰り返していきます。どうですか？ふんわりしたハートが描けたと思います。ちょっとここの紫のここの部分、若干白がハゲハゲみたいな感じになってるので、ちょっと足したいと思います。で、こうやって足すときは紫しっかり水分を含ませてもらって、たっぷりめにしてもらって、もう一度のせます。のせて、で、また水分をすぐ拭き取ります。ちょっとこの先端に若干ピンクついちゃったんで赤のせます。はい、こんな感じです。はい、これでハートのたらし込みできたので、ここでちょっと乾いてからですね、一度トップコートを塗ります。はい、私は今日はちょっとキャンデル塗っていきます。ノーワイプトップジェル塗ります。ここは別にノーワイプじゃなくてもいいです。で、固めます。はい、こんな感じです。ではですね、ここでちょっとまだこれだけだったら物足りないので、ラメを引いていきたいと思います。私が使うのはこちら 306R エースジェルを使っていきます。中身はこんな感じのちょっとピンクゴールドっぽい色です。でも、ちょっと絵の具は使わないので溶けます。バイバイ。はい、で、こちらのジェルをこのマナネイルさんとネイルパートナーが作った細い筆を用いて、ここが寂しいのでここにかぶさるようにこういくいきましょう。こういう感じで2本入れてください。入れなくてもいいですけど、まあ、入れた方がちょっと可愛いかなと思いました。で、まあ、ハートのとこにちょっと物足りなかったりとかしたら、ちょっとストーン置いてもいいですね。ちょっとストーン置いてみましょう。で、前回の埋め尽くしシールの時に紹介したこういう3種類ぐらいのパーツが大中小といろいろ入っているこのセット、ネットとかで探してみてくださいと言ったやつのオーロラを使います。で、パーツを置きたいところにベースジェルを少しだけ塗布してください。クリアジェルでも何でもいいです。私はここにちょんちょんちょんと乗せようと思うので、このハートの端っこの部分ここに乗せます。じゃあ今のを一番下に、で、その次に大きいの、はい、これでもう一度固めます。ポイントはアクリルを少しちゃんと置いてから乾いた筆で吸い取るということと、真ん中の方が明るくなるように、明るくなるっていうのは絵の具の量をたくさん吸い取るようにしてもらった方がこうハートのちょっとこう透き通った感じとかが可愛く見えるかなと思います。ハートのたらし込みネイルでした。皆さんいかがでしたか？もしわからないことやリクエストがあれば YouTube のコメントで受け付けております。そしてこの動画の説明欄の部分を参加をしてもらったらば文章が
出てくると思うんですが、そこに過去にあったレッスンを分かりやすいように、見つけやすいように各ジャンルごとにおすすめリストとして分けてありますので、気になるものがあれば、もしよかったらそこから探してみてください。で、今日紹介したハートの、たらし込みネイルのデザインはインスタグラムでアップしております。その他ネイルの質問などはツイッターにもたくさんアップしていますので、よかったら見てみてください。今日紹介したたらし込みネイル、夏とかにも水彩画風な感じでとっても人気のデザインですし、これからの季節だったらバレンタインにも使えるデザインだと思います。よかったら挑戦してみてください。もしこの動画が役に立った、面白かったと思ってくださったら、ぜひいいねボタンを、そしてこのチャンネルがまた見たいと思ってくださった人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。たくさんお願いしてしまったんですけども、今日も最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。次回は何キャをやりたいと思っています。では、ネイリストミカの YouTube で学ぶセルフネイルレッスンチャンネルでした。バイバーイ。